東山明南、東山明男9月1日から1957年1月11日は、日本の教育者、実業家、政治家、衆議院議員、埼玉県北足立郡横曽根村長、旧姓、磯部、埼玉県秩父郡白鳥村で、豪農、磯部春吉の次男として生まれる。1915年、埼玉県師範学校を卒業。 卒業後、北足立横横、曽根神城小学校訓導、わらび小学校長を務めた。北足立軍横横根村の遠山善之助の養子となり、教職を退任。横曽根村助役、同村長、埼玉県会議員、同副議長、同議,議長、川口市会議員、同議長などを務めた。1942年4月、 第21回衆議院議員総選挙で埼玉県第1区から翼産政治体制協議会の推薦を受け出馬して当選し衆議院議員を一期務めた。この間、体制翼産会埼玉県支部常務委員、同理事、埼玉県翼産総年団顧問、翼産政治会成長省公委員、同門部県務委員などを歴任した。また、1937年から 芋の業を営み、日本鉄工工業取締役を務めた。戦後、大政翼3回の推薦議員のため、公職追放となる。後に追放解除となったが、再び立候補することはなかった。ありがとうございます。